よ。私はよした方がいいと思うよ。あの子いい噂を聞かないし。はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ユーロです。いつもしみじき今日チャンネルをご覧いただきありがとうございます。はい、もうね、もうすぐこのスチームゲームフェスティバルも終わってしまいましたが、皆さん十分に遊ぶことができたでしょうか。はい、ここのねカテゴリーの中に、ビジュアルノベルっていうのがあるんですけど、全然紹介してなかったので、ちょっと一つ、国産のビジュアルノベル紹介したいと思います。岩井姫という、タイトルのビジュアルノベルです。これはね DMM ゲームズがデベロッパーで、はい、龍騎士07氏による和風ホラーアドベンチャー岩井姫をベースとして、プレイステーション4、プレイステーションビータで発売された岩井姫祈りでのシナリオや CG の一部の調整並びに日本語、英語、中国語の翻訳テキストを収録したアップデート版ということで、もうすでに出ている、シナリオのアップデート版ということなので、はい、知ってる方もたくさんいるかもしれませんが、これの体験版がね遊べるということで、やっていきたいと思います。インターフェース字幕の他にフル音声もね日本語が収録されているっていうのが一つの特徴と言えるかもしれません。はい、この龍騎士07さんっていうのはすごく有名ですよね。確か日暮らしの泣く頃にもそうだったんじゃないかなと思いますけどね。はい、やっていきたいと思います。起動するよ。はい、じゃあやっていきます。はじめから、続きから、環境設定終わる、はじめから。岩井姫、迎えに来ておいで。遅れてくるなんてあっちゃ恥ずかしいと思って、あっちゃ格好つけすぎたかな。私ってば格好悪い。かっこつけすぎた、気合を入れすぎて早くに来すぎてしまったのだ。はるばるやってきて、めちゃくちゃこれ字が読みやすいな。知らない駅の前で待たせたら悪いと思って。すずむ、背はどのくらいあるのかな。すずむ、しゃめじゃよくわかんないよね。すずむは私の遠い親戚、同い年の16歳、同じ高校2年生。この春からすすだの町に住んで同じ高校に通うのだ。うちの場所はわかるからと言われても、こういうのは駅まで迎えに行くのが王道だよね。でもだからって気合い入れすぎてこんなに早く来るとはことはなかったな。かわいい。すすむ、少し早く着いたりしないかな。すすむって几帳面そうな感じだったし、5分前に着くことあってもさすがに1時間も早くは来ないだろうな。なんと私は待ち合わせより1時間以上も早く到着していた。浮かれていたとかそういうつもりは全くなかったのだけど。訂正、最高に浮かれてます。デートか。こじゃれたコーヒーショップで時間でも潰せれば素敵だけど、少ないお小遣いで1杯300円以上もするコーヒーなんて飲みたくはない。だから私はこうしてみっともなく、改札前の柱に寄りかかり、ぼんやりとしているだけだった。最初は髪とか変じゃないかなと、まるで初めてのデートの待ち合わせのように気をもんだものだが、遮るような気持ちはいつの間にやら消えてなくなり、遮るかな、何だったっけな。今はただぼんやり、大勢の行き交う雑踏をまるでテレビの砂嵐か何かのような気持ちで眺めているだけだった。スマホの時計を何度見てもあと50分以上待たなければならない事実は一向に変わろうとはしなかった。ゲームか何かをして暇つぶしでもしていればいいのだろうが、ワニャドラは今魔力を貯めているところなので12時間はたっぷりやることがなかった。駅ってさ、何気に超メジャーでポピュラーな自殺スポットだと思うんだよね。スズム、第一声がこれかい。雑踏のざわめきの中から不意に一つの声だけとチャンネルが合うことがある。その携帯で話しているっぽい若い OL らしい。あ、違うのか。まあ、スズムにしては女っぽかったもんな。どんな自殺の名所もさ、結構行くの大変じゃん。覚悟とか度胸とか、というか行くのに時間かかるっていうか。だって思わない？富士の樹海とかで死ぬ人ってどんだけ頑張ってるわけ。
樹海までの行き方調べて、電車乗って、乗り換えて乗り換えて、歩いて歩いて。普通死ぬためだけにそこまでやるかね、うん、家で首つった方がどんだけ楽かって思うでしょ。ガールズトークを楽しむかのようなノリでイカれた話をしていた。でも退屈しのぎに耳を傾けるには案外面白い話だった。首吊るのだってそうそう簡単じゃないって。首を吊るロープかその代わりのものなんてそうそう家にはないよ。うん、自分の体重に耐えられる何かで家にあるものなど確かにそう簡単には思いつかない、まあ、確かにな。首を吊るためだけにスーパーに洗濯品を買いに行くのもなんだか興ざめで滑稽だ。そう、確かに首を一つ吊るすのだって手間がかかる。自殺ってさ、初恋の男の子に今だって告白するような勢いとタイミングでするもんでしょ。うん、なんて例えだろう。笑う話ではないけれど薬としてしまいそうになる。確かに切腹のお侍じゃあるまいし、近年の自殺のほとんどはその場のノリと勢いで決行されるだろう。なるほど、それで駅というわけか。駅ってさ、学生でも社会人でも誰もが日常に利用している場所なわけだよね。うん、それでホームで電車を待っている時間ってどんなに忙しい人でも自分を顧みるいい時間になるわけじゃん。電車待ちのささやかな時間にふと死んでもいいかなと思い至るわけだ。確かに駅のホームは素晴らしい。死のうと思い立ったなら死ぬための準備は何も必要がない。ただホームの最前列から数歩歩み出るだけでいい。電車がホームに入ってくるその時でなければならないが、通勤時間帯の電車なら数分ごとに次々現れる、訪れる。ただ死を願い、ほんの数分ぼんやりとしているだけでいい。求められる労力はほんの数歩の歩みだけ。ね？最高の自殺スポットだと思わない？コンビニやカラオケくらいに身近でお手軽なカジュアルな自殺スポットだと思うわけ。うん、疲れたらコンビニで栄養剤買ったり、カラオケでストレス発散したりとかするでしょ。駅もそれと同じじゃないかなって。うん、人生疲れたら死を自身に与えることも気軽にカジュアルに考えていいんじゃないか、そんなことを女は語るのだ。自殺ってもっともっと悲壮で重いものじゃなかったっけ。でも女は死はもっと気楽に考えてもいいものだというのだ。心機一転で伸ばした髪を切って新しい髪型に変えるとか、貯金を下ろしてちょっぴりゴージャスな海外旅行に行ってみるとか、それくらいの気軽な気持ちで心機一転して人生をリセットしてみるのもいいんじゃないか、そんなことを言うのだ。眠くてぼんやりとしているせいなのか、彼女の言うそれはものすごく斬新で新鮮な何かを気づかせてくれたように感じてしまう。そうだよね。うん、自殺って何もとことん追い詰められるまで考えちゃいけないものではないのかも。恋が終わっちゃったから髪型を変えて新規一転してみようかなとか、ちょっと奮発してエースに行ってみようかなとか、欲しかったバッグ買って頑張って買っちゃおうかなとか、そのくらい気軽に考えてみてもいいな。いやいやいや、そうか。自殺って言葉が私は物騒だと思うんだよね。確かに。エステで新陳代謝を改善して新しいお肌に生まれ変わらせるのと全く同じ感じ。だから自分殺しなんて物騒な言葉じゃなくて、人生のリピュアとかってどうかな。ね、なんか素敵な響きになったと思わない？リピュア、人生のリピュア、うん、なんだかとっても素敵なことのよう。その時私初めて彼女が私に向かって語りかけていることに気づく。私がもたれかかる柱の陰に彼女もまたもたれかかっていたのだ。振り返った私の目と彼女の目があった。長い髪が印象的なちょっぴり優しそうな雰囲気の OL 風のお姉さんだ。してみると結構驚いちゃうよ。ああ、こんなに簡単だったんだって。なんで今まで無駄に怖がってたんだろう、バカみたい。したことあるんですか、リピュア。うん、
あるんかい。ちょっと待って、リピュアって自殺って意味じゃなかったっけ。なんだか当たり前だと思っていた価値観が実は真逆だったのかのような感覚。絵が綺麗だな、すごく。なんか天地がひっくり返るようなめまい。周りの喧騒がボリュームの積みを間違えたみたいに、つまみかを間違えたみたいにやかましく聞こえる。スズムはいつ来るんだよ。気づけば私は周りのホームの最前列にいた。ダメ。それもただの最前列じゃない。足の爪先が半分ホームから突き出すほどの最前列。しかし後ろには満員の人々の人垣。信じられないくらいにぎっしり、後ろに押し戻ろうにも満員電車の波のぎゅうぎゅう詰めで私が押し入ろうとしたのと同じだけ押し返される。見て見て下を。怖っ。彼女の声はすぐ近くから聞こえるけれど姿は見えない。指示に従ったつもりはないが、後ろから押されつい足元を見てしまう。するとホームの下は青空だった。砂利とレースのあるべき空間がぽっかりと抜け、眼下に青々とした大空を覗かせているのだ。おまけに立派な純白の入道雲まで浮かべている。まるで私は空に浮かぶ島から眼下を見下ろしているみたいに。いや、そうだろうか。あの入道雲には見覚えがある。小さい頃の夏休み、自然公園の草原に寝転んで見上げたあの雄大な入道雲。そうだ、これは下に空があるのではなく、眼下にあの日見上げた空があるのだ。それに気づいた途端、ふわっと重力がひっくり返るような感覚がこみ上げる。その青空に吸い込まれたい気持ちに胸がスーッと軽くなる。まるで高い高い滑り台に長い行列の順番待ちをしていて、ようやく私の番になったような、そんな気持ち。おいでよ。やばいやばい。でも怖っ。すっごい簡単であっさりだよ。怖くなんかないから。なんでそっちにこだわってたのか、バカみたいになるよ。ああダメだ、この誘いはまずいだろう。彼女はいつの間にかそこにいて手を差し伸べていた。まるで草原に寝そべって大空を見上げる私に歩み寄って、一緒に行こうと手を差し伸べるかのように。見ればいるのは彼女だけでない、友人たちか、あるいは同僚たちだろうか。 OL 風の女性の他にもスーツ姿の男性たちの姿も見える。まるでバーベキューパーティーか何かに誘われているようなのに、彼らのスーツ姿がすごくちぐはぐで、なんだかくすりと笑えた。笑えるんかい。これって飛び降りろってことだよね、ホームから。だってアナウンス流れてるよ、もうすぐ電車がホームに入ってくるって。でもみんな飛び切りの笑顔で手を差し伸べてる。まるで早く来ないと電車に乗り遅れちゃうよって感じで。でもほら、向こうから電車がやってくる音が聞こえる。地鳴りがうなりが叫びが聞こえる。無理だよ、そこで飛び降りるってことは。だってほら早く。怖くないから、痛くもないんだよ。早く間に合わなくなってしまうよ。みんなそう言いながら私へ手を差し伸べる。私へ手を振る。そちらへ行けばさも楽しいことに触れているかのように。でも嘘だ、だってラじゃないか。バラバラか、バラバラ。怖っ。これホラービジュアルノベルなのかな。青空なんてない、そこはふうとサビで赤茶色に染まった石が敷き詰められたホームの下。サビ色の太いレールがまるで鉄格子のように遮る向こう側から、ゴツゴツとした石をかき分けながら懸命に私に向かって手を伸ばす。獅子がバラバラの亡者たちの、うめきがかな、そこにはあった。来る日も来る日も誰にも
顧みられることなく、石の中に埋もれた亡者たちが電車が来るために重みで石攻めにされる地獄。そこに埋もれたバラバラの亡者たちが苦悶にあえぎながら新たな仲間を懸命に求めているのだ。ある者は半分潰れた頭だけになって、ある者は差し出し腕から先を失って、誰の体につながっていたものかもわからない腕や足がいくつもいくつも石をかき分けてもがきながら私を誘うのだ。私の足元から今更のようにずわりとしたものが込み上げる。後ずさりたいが大勢の人垣は私が後ずさろうとした分だけ、いやそれ以上に押し出してくる。いややめて、お落ちちゃう。明らかに私は押し出されている。両足の爪先はもう完全にホームから突き出し宙に震えている。私は両腕をいっぱいに広げ、人垣の誰かの服をつかみ懸命にとどまろうとする。でも私はそのまま肉の壁にじりじりと押し出され、かかとまで半分宙に浮かんでしまう。鋼鉄の肉食獣が目をじきらつかせて彼方より迫ってくる。電車の巨体がバラバラになってなおうめく亡者たちを踏みしめて、睨みながら走り込んでくる。亡者たちの悲鳴と金属音の、入り混じった奇声とともに鋼鉄の巨体が猛然と迫ってくるのだ。このままじゃ食われる。トンとその時私の体が宙に浮いた。その瞬間石攻めにされる亡者たちが、うめくかな、ホーム下はまたあの吸い込まれて溶けてしまいたいような、青空に変わった。私の体は落ちているのか浮いているのかもわからない真っ青な空の中にあった。おめでとうおめでとう。入道雲の青空の下の若草の大草原にみんながまるで胴上げするように両手を掲げて私を待ち受けていた。私の体はふわりと彼らに受け止められる。死んだのか。ふわりと、本当にふわりと。私は心地よく彼らの無数の手に受け止められた。ね、怖くなかったでしょ。まだいるのか。ようこそ私たち側の世界へ。あなたと一緒に来れて嬉しいよ。だって誰にも私の声が届かないんだもの。そうなんだ。こっちには何も煩わしいことはないんだよ。あなたを悲しませることも怒らせることも、イラつかせることも、面倒くさがらせることもない。ないないない、何もない。うわぁ。ここは希望も救いも輪廻も再生も何もない。つかの間の幻想はすべて嘘。青空も入道雲も草原も私を歓迎する人々もすべてが消え去る。私の体はレールの上に無数の手でがんじがらめに縛り付けられている。そう、私は鋼鉄の巨体への生贄にされていた。おお、バリリギャップボールバリボーリー。私の体は鋼鉄の車輪の顎であっという間に噛み砕かれてしまう。全身の骨がボリボリとカリンとをかじる時みたいな音でへし折られる。私はその音を転がる頭に残った耳で聞く。もちろんその転げる頭だって鋼鉄の顎は逃がさない。こわー。ふきゃりバリポリバリバリ、リンゴ飴にかじついてカリカリの飴の表面を前歯で噛み割るような気持ちのいい音。自分の体を噛み砕くのってこんなに小気味いいんだと、ふひひひ、ちょっと新鮮な驚きだった。心の奥ではこれが邪悪な何か忌むべき誘惑だと理解している。でも体はぐしゃぐしゃバキバキに砕かれるのが気持ちよくて面白くて仕方ない。ストレッチをして骨がポキリという時ちょっぴり気持ちいいでしょう。
あれが全身でいっぱい泡立つように何度も感じるって言ったらわかるかな。パキパキポリパリ、身を委ねてはならない快感だってわかっているのに。でももう私の全身はバラバラになってレールの上で引き潰されているだけ。ぐしゃぐしゃに引き潰された私の細切れの体は石の中に引きずり込まれていく。石の下は腕や足やら首やらよくわからないぐしゃぐしゃの中身が入り混じった世界だ。それでも死ねないらしい。そこには苦しみと嘆きに満ちていた。なるほど、これは解放だ。もう二度と煩わしい日常のことなど思い出さずに済むだろう。そうだ、これでぼんやりといつまでも待ちぼけすることはない。待ちぼけ？私何しに駅まで来たんだっけ。でももうどうでもいいや。また電車が来た。どんだけ引かれんねん。鋼鉄の車輪が幾百のバラバラの手足首胴ぐちゃぐちゃ内臓をべきぼき石攻めにして踏み潰す。鉱骨の中だんだん眩しい光でいっぱいになって何も考えられなくなって。大丈夫？涼むか？スズムちゃんか。イケメン、よかった。春子でいいのかな。荒々しく肩で息をしながら現実に帰ってくる。スズムとも待ち合わせのために改札まで走り寄りかかったまま何も変わらない。ただ時計の針だけがスズムとの待ち合わせ時間まで進んでいた。うなされてるみたいな感じだったよ。そうだった。寝ぼけてたかも。ぼんやりとしていて白昼夢を見ていたのかもしれない。はるかはそう言い、軽く頭を。大丈夫？少し休む？大丈夫、大丈夫。本当、ちょっとぼんやりしてただけ。何か悪い夢でも見てた？夢というものは見ているその時には現実だと思うほどに鮮明なのに、目が覚めた途端にみるみるおぼろげになっていき、記憶にさえ止めておけないことがよくあるものだ。口では説明のしようもない異形としか言えない奇妙な夢、白昼夢。それを見た自覚はあるのだが、はるかはそれ以上思い出すことはできないようだった。でもスズムの顔を見ているうちに頭の中がすっきりとしてくる。頭の中に現実が行き渡り、白昼夢の妄想を瞬く間に思い出すのがわかる。もう先ほどの奇怪な何かすっかり忘れ去られていた。ぼんやりしている時の妄想や白昼夢をいちいち記憶に留める人間などいないのだ。そう、こんな妄想よくあることなのだから。ごめんね、ちょっと早く来すぎてぼんやりしてるうちに居眠りしちゃってたかも。どのくらい早く来てたの？1時間くらいかな。それはすごいな。僕のためにそんなに早くから待っててくれたの？別にスズムのためにっていうわけじゃないわけ。イケボだな。またもそのちょっと早く来すぎちゃったってだけの話。男子は細かいこと気にしなくていいの。キコちゃんは面白いな。キコちゃんか。田舎者のスズムが駅で迷子になってたら気の毒だなって。あれでキコか。それで早く来て待ってたわけ。Do do you understand?迷子になったら来るのは早まるんじゃなくて遅くなると思うけどな。荷物はそれで全部？カバン1個持ってあげるね。大丈夫だよ、重いよ。
確かに彼女は今も無視されている。教室全体を見渡しながら教科書を読む先生の目にも彼女の様子は見えているはずだ。なのに何も気にすることなく授業を続けている。それはとても不思議なことで、考えようによっては不気味でさえあった。彼女と特に接点がなかったから、鈴間は今日まで特に深く考えることはなかった。どこの学校にも問題児はいるし、様々な個性を持った生徒がいる。関わり合いになると面倒だからそっとしていた方がいいタイプだっている。この学校におけるそれがきっと彼女なのだろう。そのくらいにしか考えたことはなかった。でも考えれば考えるほどに意識してしまう。こんな不思議な気持ちは鈴間も初めてだった。鈴間は先生の目を盗んで肩越しに彼女を見る。彼女の瞳は何もない天井をぼんやりと見上げるだけ。目が合うことなどない。でもなぜか彼女に鈴間の目は吸い込まれてしまう。恋や一目惚れの感情とは少し違う。でも鈴間は胸の中にそれに近いような、あるいは全く別の焦燥感のようなものを覚えるのだ。焦燥感、義務感、何かを試さなければならない、試さねばならない使命感とも言えばいいのだろうか。鈴間にも自分の内に湧くその不思議な感情が理解できない。うん、黒髪問え、彼女は一体。ポツンと浮いててかわいそうだから声をかけようかなとか考えてる？え？いや、私はよした方がいいと思うよ。あの子、いい噂を聞かないし。目が合うと呪われるらしいぜ。そんなことあるわけないよ。彼女のことを不憫に思って声をかけた女の子もいたって去年の話だけど。その話俺も聞いたぜ。それでその女の子はどうしたの？なんか精神を病んで最後には不登校になっちゃってる。てめえの出る場所じゃねえだろ。スズメは私のダチなわけ。祭りにされてか、こら手頃もできねえたまらし野郎が。潰すわクソ甘、この場でぶっ殺されるか、こら少女、まずいって、落ち着けって。面倒を起こしたら先輩に何て言われるか。命拾いしたな、スサイ。マジで覚えてる。どういう展開？約束するよ。ショーは不良たちに並べられながら不愉快そうに立ち去っていく。一人残されたトエもヨタヨタとした足取りでその後を追う。黒髪さん、大丈夫と声をかけようとした。しかしそれが喉から出る前にトエは両手でドンとスズムの胸を押しのける。初めてトエとスズムの互いの目線が重なった。黒髪さん、君は誰なんだ？知りたい、そして教えてほしい。君は誰で、僕はなんで、この気持ちは何なんだ？恋なのか？いや、そんな簡単な感情じゃない。ではやはりみんながささやくようにこれは不吉なことなのか？僕は君の瞳に呪いをかけられ目が離せなくなって しまっているのか。黒髪さん、心の中で答えるより早く僕は人混みより歩み出ていた。切ねえ音楽。彼女の瞳は僕を見つけるわずかに大きくなり驚きを示した。そんな人間らしい反応は学校では一度も見たことがなかった。大丈夫？その怪我。彼女は相変わらずの無表情だったが、学校のそれとは少し違う。このようなところでの出会いに明らかに驚き、そして少しだけ狼狽していた。君はすすこうの子か？車椅子を押していた中年の男性がギロリと睨む。おそらくは彼女の父親だろう。はい、黒髪さんと同じクラスの。トエに、みだりに話しかけないでほしい。すまないな、
トエは世俗の汚れに触れてはならぬ大切な身だ。年相応の生活をさせたくて学校に行かせてはいるが、汚れに染まることは許されない。どういう家柄だよ。言い返す言葉は何も思いつかない。そりゃそうだろうな。無理に喋るな。はい、父上。すまないな、君。厳しい言葉は謝る。いえ、こちらこそ、すみません。君が謝ることは何もない。トエを案じてくれるなら、ただ遠くからそっと見守ってほしい。でも、二度とトエに話しかけないでほしい。君に悪気がなくとも、それはこの子を苦しめる。でも彼女は苦しんでるんです。僕はそれに気づいてしまったから、彼女を無視できないんです。スズムにはそれが彼女の苦しみの存在を認めるのか。世俗の汚れから遠ざける必要があるならば、どうして亀沼君を許嫁などに選んだんですか。お前の知ったことではない。黒組さんが心から選んだ男性だなんて、僕には到底信じられません。彼女の苦しみに気づいてくれる人がもっと早く現れていたら、こうはならなかったという意味ではないのか。確信はないが、それが今の時点で最も彼女を苦しめていることに違いなかった。望まぬ人数だけにペットか何かのように扱われている現状に納得できているわけではないのだ。またこいつかよ。階段が肉で詰まっていた腐ったドボのような一臭を放ち震えながら、そうだ、僕と黒髪さんへの両手で足をへし折ったあの不気味で巨大な肉。ピンポンパンポン。はい、以上いかがだったでしょうか。ちょっとね、ネタバレになったらダメなので、ああいう感じの編集にさせていただきました。あえてね、はい、なかなかのストーリーで、はい、引き込まれましたが、まあね、あの奇妙さもあり、ホラー要素もあり、感動シーンもありということで、かなりこう喜怒哀楽がいろいろ持っていかれるような、内容になっていました。さすがの、シナリオの力だなという感じはします。でね、ビジュアルと音楽もね、すごくいいですよね。こう本当そのシーンに合った音楽が使われていて、かなり良かったんじゃないかと思います。まあ、どういう伝わり方しているか分かりませんが、はい、皆さんは、岩井姫ね、あの10月24日にリリースされるので、そちらを買ってやっていただければなと思います。では、この動画が良かったら、高評価、そしてチャンネル登録もお願いします。ユーロでした。バイバイ。